そのラインは2本は何のために置いてるんですか。そう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 、体の肩のラインと足のラインとって感じです。あとはなんかストロークもまっすぐ意識してできるのでやってます。今からリフティング動画を撮りたいと思います。おいいよ、こんだけ締まったスイング、もう一丁。おいいよ、こんだけ締まったスイング、you
OK。今季もすでに1勝を挙げています。小岩さん、昨日後半少し見てたんですけども、はい、やっぱりね、ちゃんとクラブが入る人ってのは、まあ、あの雨でも全く関係ないですね。うーん、もちろんあのスコアは良くなかったんですけども、18番の右のラフからね、あのピンのポジションでちゃんと打っていきますからね。あの重いラフでもきちんと打てるんだなと思って感心して見てました。やっぱり調子だけあります、調子というかいいスイングだけありますよね。本当に好調今シーズンね、また一段とパワーアップして、はいはい、ないね。やはりこう流れ一つで昨日のようなあのスコアにもなってしまいますけれども、はい、全体を見ると表情を見ていてもこう全く慌ててる感じはないですよね。そうですね、はい、昨日の話ではティーショットがあまり良くなかったので後半も修正しながらプレーをしてたと、ただあんまり良くならないで最後まで行ってしまったかなというようなことも言っていたんですが、まあ、今日はお天気がいいので昨日のリベンジをしたいという話でしたね。こういう天気だと雨の中だと考えることがありすぎてスイングまで注意点もいっぱいあったりするので、それをいろいろ考えながら打つということがうまくいかなかったりもしたと、うん、あでも小岩さんってあの決めてから打つまでが早いですよね、はい、もぞもぞしないので、そういうのではそういうふうにやっぱ考えてるんだというふうに思いました、あのコメントを見て、はい、うん、本当にシンプルに考えてるように見えたので、バランスがいいですよね。はい。はい、時々失敗するとしたらテイクバックがあのいつもの位置まで上がらずに降りてくるときだけが、うん、ちょっとミスショットにつながるかなと思いました。昨日みたいにやっぱりカッパも来てるし雨も降ってるっていう中で打つと、やっぱり打ち急ぎあのきちんとしたところまで回らないっていうのがあるんですけども、その時に少しミスが出てましたね。なるほど。今スロー あのスイングが出てるんですけど、はい、やっぱり平井さんあの小岩さんのスイングっていうのはあのオーソドックスですよね。そうなんですよ。高いトップをね、うん、しっかりこう、はい、テイクバックで体をねじってトップの位置が高くて、そしてあのクラブの重さを感じながら、やっぱりシン・ジェイさんと同じように重さを感じながらインサイドからきれいに捉えてくるので、うん、やっぱそういったところがやっぱりラフから打つうまさっていうのね、あの平井さんが言った昨日見ててうまかったっていうラフから打つうまさにつながってるんだと思うんですね。本当にお手本のようなスイングですね、はい、手首をねあんまり使わないので、うん、怪我も少ないですよね、うん、そうですね、もうずっと試合に出続けるそれだけの、はい、こう怪我がない体の強さ、またそういうスイングだということですね、はい、今こう横でじっと見ているのはコーチですけれども、今回上田桃子さんのキャディーもされているという、はい、何ですか？これ本当は普段履きなんですか？ぐちゃぐちゃじゃない。いつも履いてる靴がびしょびしょすぎて、ここはもう昨日ダメだ。これもかなっちゃう。軸に対して上体の捻転が、はい、その綺麗にこう縦に入ってますよね。
小岩井選手と佐藤選手は昨日も同じ組ですよね、うん、で今日もその2人とホステスプロ柏原明日香選手が同組で回るということになります。楽しい組ですよね、うん、本当ギャラリーさんがおられたらね、本当に楽しい組だと思います。見たいですね、この組ですよね。左肩がこうここまでぐーっとこう上がってくる感じですよね、はい、やっぱりこういった縦にトップの位置が高く取れるっていうのは1にも2にもこの背中の柔らかさと、そして普段からこう続けているトレーニング、はい、やっぱりその成果が現れていると思います。両肩がこう縦に動いても頭の位置がこう一緒に下がってしまっては意味がないんですけど、その頭の軸は前傾軸はしっかりこうキープできているので、そのバランスが素晴らしいですよね。悪くないよね、悪くないよ、悪くない、第8組小岩井さくらです。じっと見つめているようですが、はい、いいキックでしたね。今シーズンツアー初優勝と2勝目をマーク、うん、結果的にも出ましたね。お祝いさくら、あっ珍しい、左に行ってしまいました。今のはまあちょっと大きくヘッドがこうかぶってしまいましたよね、はい、あの外からこう入ってしまいましたね。まあ、狙いはこの辺りだったと思うんですけど、はい、にしてもちょっとつま先下がりと合わせて少しこう突っ込むような形になりましたかね。ほら、ぐっと左に、うん、岩井さくらバーディーパットカラーからですが、ちょっと読みと違いましたか。小祝さくらもパー。小祝さくらですね。小祝選手は今日4番でバーディー、8番でボギー、前半36ストローク。やはりこうして見てると大きく伸ばしている選手が少ないですよね、はい、少ないですね。古江さんもハーフ終わってトゥデイスリア、この笹生それから柏原と共に回ってきた小祝ですが、最終ホールはボギー、ただ16番で小祝が今日はイーグルを取ってますね。小祝も今シーズン好調、まあ、ですから賞金ランクトップの深いんです。深いですね、はい、あ、まだ柔らかい表情ではありますが、もう1ヤードのキャリーで明暗分かれますからね。そうですね、はい、パッとカップに向かってあの下り傾斜かかるんですよ、はい、ちょっとねタッチを合わせていくのも難しい位置ですけどね。そして小祝センシティブなショットになりそうです。ややオーバー、まあ、難しいアプローチ、そうですね、はい、
グリーン周りは本当にというところですが、2番パーです。小祝のパーパットになります。降りか左ね、うん、チョイスだ。ボール1個左という声が聞こえました。入れました。2番パーです。小祝いいですね、はい、トップと2打差キープ。こうやって粘って粘ってね、はい、チャンスを伺っていきたいところですね、はい、先週のチャンピオン差はありますね。小祝さんは今その風に、まあ、当たりもあると思いますけど、風にちょっとこう戻されているような形でね、はい、そうするとこのロングパッドが、起伏はありませんけどロングパッドが残ってしまいますので、まあ、長いパッドしかもアゲインストというバーディーパッドになりました、はい、簡単なようでて意外と難しいんですよね、こういったパッティングも。距離でいうとまだ20ヤードちょっと、20ヤード以上ありますので、はい、ナイスタッチ、はい、掴んだ初優勝、そして今年2勝目。長いファーストパットの後のパーパットです。ナイス、ここはよく耐えています小祝。今日は4ホール連続パーです。左ラフからになります小祝。厳しい、あでも振り抜けましたけど、はい、縦の距離がこの後、あ転がりもなんとか抑えました。今のいいショットでしたね、あのラフから、はいはい、まあ、見た目より振り抜きやすかったのかも。加えて今日ビッグスコアを出して優勝争いに加わりたい、まあ、現状も加わっている永峰、うん、そして3打目ラフからいいショットを放った小祝のバーディーパットです。右から左に切れるラインになりますね、はい、まだどうでしょう、7メートルぐらいありますかね。今日はずっとパーを並べている小祝。この辺りで一つ、まだ来ません。今日の初バーディー。先週ゴルフファイブレディース優勝の小祝です。現在6位タイ。まあ、その前の試合は笹生とデッドヒートを繰り広げていまして、2通りでもいいスコアは出していたんですが、なんといってもゴルフファイブレディース3日目66という、決してそうするとより集中力、相手も苦しんでいるのが分かりますから、やっぱりもう自分はじっとこうよりなんて言うんでしょう、耐えて耐えてというようなね、あの集中力が増して増しやすい状態だと思いますね。ペイさんは8番アプローチです。小祝スピンはどうか、次のパーパットを入れたい。ここまでずっとパーという小祝です。で笹生が2つスコア、
ただ次は難関の9番ホールです。はい、小祝パーパット、柔らかいタッチで入れました。すべてパー。最終日アウトの小祝のプレーです。小祝これが第3打。いいスピンコントロールです。まあでも小祝といえども簡単にはねいかないという1打目2打目というところだったんでしょう。3日間の実績でも一番難しいという9番です。ナイスパーセーブ。1番から9番まで全てパー36でスコアを落としているペヒギョンです。小祝10番のバーディーパット。小祝は今日はずっとパーを続けています。内容的にはあの小祝さんもまだチャンスはありますね。はい、ただ条件としてはもうこれ以上上がこう伸びない。これだけ2ホールでちょっとつまずきましたけど1つスコアは伸ばしてるわけですから ね。 そうなんですね。11番のサードショットです。小祝長いパー5、うん、チャンスにつけます。小祝、小祝さんもこの辺で木村さんと同じように一つね取りたいところです。はい、さんとあ小祝さんあたりはここで一つ入れて長峰さんを楽に走らせないわよっていうようなね、うん、あの形を作りたいですけどね。はい、来ました小祝、今日初めてのバーディーです。10アンダーに乗せました。トップとは4打差、ね、2週連続優勝へ、はい、さあ18番のグリーン上は小祝のバーディーパットが外れて、これがパーなんですね。を迎えたりするシーンがあると思うんですよね。うーん、バーディーですよね。そうですね、映像に映ってきたのはもう間違いなく初めてですね。小祝さくらです。ショットでバーディーを取っていきたい、そんな話でしたね。はい、非常に大きいグリーンが多くて、そのグリーンがアンジュレーション効いていてね、ポテトチップスのような形のグリーンが非常に多いんですけど、はい、まあ、でもそういった意味では今日に限って言うとショットで取っていくバーディーよりもパッティングで取るバーディーっていう形になっていくのかなと思いますね。うん、5番を投げショットではね、なかなか奥のピンに対して突っ込みきれないですし、そうするとある程度4メートル5メートル距離を残しても、あ、距離を残すというか4メートル5メートルの距離でもやっぱりつけるラインですよね、今のこの1番のように、はい、そっちの方が大事になってきますので、そうするとそのミドルパットをどれだけ決めていけるかというところだと思うんですね。いやー、オフが多いですね今日のピン位置、本当に、はい、ツアー2勝目をマークしています。同じく9アンダー、緑所属、小祝さくら。トップと2打差で迎えました。2週連続優勝へ、そして公式戦初制覇へ、小祝さくらです。
左バンカーです。小祝はバンカーショットになります。ピンまで150ヤードほどです。はい、からいやいや奥まで行きましたが、今のショットはいかがでしたか。まあ、まずまずでしたけど、はい、いや混戦に拍車がかかっています。難しいラインでしたからね。そうですよね、はい、もういろんなプロがなかなか決まらなかったラインだったんですが、続いて小祝のバーディーパットです。もう一転がりでした。小祝の雰囲気十分にある1番のパーでした。高橋はバウンスバックなるかというバーディーパットがこの後です。長峰さんと同じようにほぼフラットなライですけど、ラフからですからね。あ、ラフで止まる。はい、小祝はピンチになりました。で、あのラフするところまでは至っていません。今年はね、飛距離が本当に伸びましたよ、ね、彼女、はい、それですごいボールが高い弾道で飛んでいくので、うんうん、攻め方としてはどんなコースでも楽に攻められるだろうなというゴルフに変わりました、はい、今年は9月の大会で1勝という小祝です。この人も黄金世代の一人、ファーストカットにかかりました。そうですね、はい、に入っています。この角度も悪くないですよ、うん、はい、高い球で、あ、縦の距離がちょっと合ってなかったで す, です、ね、はい、グリーンは捉えましたが、ちょっとバーディーを狙うには厳しいところに乗っています。現在小祝は10番プレー中、最終組は現在6番プレー中です。ツアー2勝目、楽しみです。小祝さくらです。昨年真夏の戦いで初優勝がありました。サマンサ・タバサレディースです。昨年もこの大会9位タイに入っていますね。小祝さくらはラフから3打目を打って、うん、ここにつけてきました。さあチャンス、あの今の龍さんのパットもそうだったんですけれども、はい、カップ際で少し右から左、思ったよりクッと持ってかれるんですよね。そのあたりの読みをどう読んでラインを取っているかです。ここに今クッと小祝さくらパー。どうですか、今気持ちインパクト弱まりましたかねと思いますね。あれの、そしてアマチュア小祝さくらです。去年の日本ハムレディースはトップ10入り。今日一番のドライバーでしたかね。
260ヤードの距離です。158センチ、22歳の小岩井桜です。少し重心は低めという特徴の小岩井。残ったままで振りますから、はい、フォロスが大きいですね。距離は20ヤード。左足上がりのフロッシュです。使い残る可能性にかけます。ギリギリに落としてくるんじゃないかと思いますね。はい、おー、はい、おー、うん、ナイスアプローチです。最後まで諦めないというそんな姿です。このアプローチがね、入ると面白かったですけどね。そうなんですよね。そうすると小祝が12アンダーになりますので、チャンスにつけられるか、はい、どうでしょう、9番アンダーぐらいかな。これはいい球、ビタッと止めました。このあたりはショットメーカーぶりをいかんなく発揮しています。スローです、はい、緩みがないですよね。やっぱ左のサーモイルをこう最後までしっかり握ってるっていうのが何を言ったんですか。何を熱く語っていたのか気になりますね。わあ、素晴らしいショット。5打差、入れば4打差。調子のいい時はね、あんまり考えないと思うんだけれども、うん、わずかに下りなのよね、うん、その分がなんとなくこの手元で、手元と頭の中と心のバランスがね、合っちゃうかどうか、うん、短くてもこう欲しい欲しいと思ってバーディーです、はい、せめてバーディー。小祝桜一番以来のバーディーが来ました。7アンダー。まだホール数がありますからね、ここからどうやって挽回するかですね。5番のティーショットをミスしたことによって、今度ね、ちょっと残念なライからのね、セカンドショットを強いるので、このまま14で止まってしまうと、はい、これ薄めに入ると右手の手前のバンカーが嫌ですよね。今ここまさに金谷さんの通り、外すと2打差になりますからね。2打差です。フレート2打差になります。少なくとも2打差になります。スコアメイクに大事なこちら、
ピンを受けたいときはログショットみたいに開いてちょっと左に置いて高く上げるんですけど、これでもう思いっきり緩めるのが大きめになります。で、フェイスインする感じで、転がしたいときはカップも完全に右に置いて、結構右にしっかり置いて、クロスルーがこれに高くならないように、本当に伸びにするので必要にしてます。10ヤード先ぐらいに2メーターぐらいの幅をなんかキーで刺して作って、その間に落として止めるっていう風にやっていて、それを5球連続で止めるっていう練習をしています。結構ログショットっぽく打たないと止まらないので難しいんですけど、すごいピンも入れないといけないので難しいんですが、これを結構やったりしています。